で、それは一体どうなってるのか、あるいはどのぐらい大事なのかと、あるいはそこなんかできるのか、まあ、そういうことです。で、だんだん現実になりまして、これはかなり具体的なプロジェクト の, その考え方にもなると思いますので、過去のデータを構築し、モデルを検証する、あるいはその、まあ、これは再構築なのかな、要するに、ちゃんとアーカイブですね、アーカイブをして、将来予測のモデルを検証してから将来予測しましょうと、そういうような話もあります。それで、これからそれぞれのお話をちょいとしていただいていいでしょうか。前半のところで、まあ、それは私がここにいますから、でも聞いてください。今日わざわざ遠藤アルバルいただいた皆さんもいらっしゃるし、それから他大学院からわざわざですね、参加していただいたので、そういう方のお話を中心に、中心時間の、なるべく伝える時間を使いたいと思いますので、それですね、まずこのところ、最初の1項目ですね、宮本さんにちょっとどんなことなんだと、これは。池田先生からさっき3分でとか言われたんで、3分で多分ワンブロックの議論ができないんで、大体とか紙にしました。で、私の問題意識は文字共同って融合とかいう研究をするときに必ず出てくるのは、それぞれの分野では当然問題を細かく考えていくんですけど、実際に政策に活用するときっていうのは大体の方向性はみんななんとなく一致してるっていうのがあって、今、例えば地球環境は気候が変動しない、氷河期が来るんだっていう人は、それはいらっしゃるかもしれないけども、まあ、CO2 って削減しなきゃねとかいうところまではいらっしゃる。で、多分政策ってそのくらいの位置でよくて、で、そのくらいの位置だとすると、例えばその第2期以降の目標は根拠を定めて、その過去の努力と将来の方向性と技術力とかどういうのがあるのっていうのは、そういうのを反映しなきゃいけないってことですね。途上国は今おっしゃられたように大事だと。それから、先進国の中では歴史的責任を負って、もっと先進的に脱化石燃料社会をこうやって作るんだっていうモデル作りが行われなきゃいけない。それはみんな分かってるんだけれども、そういうことを促進するための条文が、じゃあ気候変動学条約、京都議定書の中にあるかというと、ない。でしかもその締約国会議にご参加されれば、参加されなくても、UNFCCC、.de っていうところに行くといっぱい資料も載ってるし、動画も載ってるんでご覧いただきたいと思いますけれども、そこに行くとそういう議論がされてるのかなと思って見に行くと多分がっかりする。で、やってるのはもっとテクニカルで、すごくマニアックな議論を行われているんだけれども、皆さんが思うようにはない。で、これはなぜかっていうことは、で、こういう共同研究をするときには研究から結論付けられる方向性に政策的に誘導する、その方向性がどういう方向性なのかっていうことと、その方向性に誘導するための政策っていうのはどういうものであるべきか、この2つが政策に活用するときに大事で、すみません、私自身は、国際政治で、しかも国際政治の中の経済学のところで、国際政治経済っていう学問をやってます。で、その分野では例えばその IMF とかですね、 WTO とかそういうのはなぜ成立するかなんていう議論もあるし、それからある通貨危機が起きた時の政策コーディネーションのシミュレーションみたいな話もあるんで、そっちからのアナロジーを取ってくると当然そういう問題意識になる。で、構造的な問題として昨日議論が出てたのはやっぱりその民主主義なんだろう。で、民主主義って言った時には専門家的に専門家の対話っていうのがあって、その意味ではその科学者っていうのと政策プロセスの専門家としての政策決定者、産業者、行政者っていう人と、それからどちらの専門家でもないということで定義される市民っていう人たちがいて、この3者の間で民主主義っていうのを運用していく、しかもそれで途上国との関係が入ってきたりすると、どうするのかっていうことについてのまだ議論が整理されてない。で、ここで昨日言ったのは、研究者はなぜ研究者か、これ要するに、ピアレビューのジャーナルに論文がアクセプトされるから、で、大学院で博士号を取る意味っていうのは、そのアクセプトされる論文の各お作法を身につけるっていうところで教育が行われる。そうすると非常にこの狭い領域の真実性の証明方法によって学者は学者たり得る。
でそういう人たちが例えば公聴会に行くとその彼らの議論が浮いてしまうわけです。じゃあその人たちが社会的に貢献をするためにはどうしたらいいかということを科学社会論の人たちが言ってて、その人たちはそのナレッジには多分2種類ある。でリライアブルナレッジフォーネイチャー、リライアブルナレッジアバウトネイチャー、これが普通の科学者が考えていて、それは非常に厳密なものだ。ところがリライアブルナレッジフォーディシジョン、それは今は分からなくてもとにかく何か事故が起こってからでは遅いので、とりあえず、間違うかもしれないけど今ここまで徹底してしまうという知識、だからそこにあの予防原則なんていう概念も入ってくるんだけれども、で特にこれから後半の話になってくると、その土地利用のモデルの話が非常にこう政治な議論をされるんだけれども、それで分からない部分がすごくあって、だけど政策は何か決めなきゃいけない。でしかもその何か決めなきゃいけないことをいつまでにどの程度決めなきゃいけないということについても科学者が踏み込んで言わざるを得なくなって、その部分においては民主主義のプロセスに科学者が科学者として参加するのではなく、科学者は何か別の肩書きを得て参加するべきということになっている。じゃあそういうことってできるんだろうかという話の中で、とりあえず今その科学者大学の人たちは特にその国内の話をやっている方が多いので、IPCC プロセスと、国際レジームの成立なんていう話については弱い。逆にその国際レジームの話はそのシステム論みたいな話が入ってきてですね、ゲーム理論である国とある国の利害と物質を計算で示して、あとゲームでシミュレーションして戦争の結果を予測するみたいなことをやったりして、そういう人たちについてはやっぱり理論化が進みすぎてて、人格を否定する、それはだから人を殺してもいいという倫理であるその国際システムは国内政策のその民主主義のアナロジーでは考えられないから、そこは終結すべきであるというのが安全保障から来たトラディショナルな国際政治学で、それに対してその通貨とかその貿易政策はお互いのコーディネーションの問題なんで、あの国内政治との関係を議論するのは私の立場とその立場なんですから、その意味では国際トラディショナルな国際政治学は不十分です。で結局そこにサスティナビリティガスといったような問題が多分あって、さっきの結婚の話は非常にその多分富山先生はお喜びになるだろう。だそれはなぜかというと、同じ環境税でも、FE2O3 っていう分子の組成を変化させるためにはある程度の、ね、エネルギーがいる。ところが自動車を作るためにフレス加工するといった場合には分子の組成を変えずに鉄の形を変える、これは省エネの余地がある、理論的限界は非常に高い。ところが FE2O3 の酸化還元反応は分子量あたりに必要なエネルギーっていうのはもう科学的に設定されちゃうので、そういうところで同じ環境税をかけるとより非効率的な途上国に生産が出ていくだけであって、その新しいプロセスが発見されたりしない。でそこにサステナビリティ学の、多分その趣旨があって、理論的にこっちの方に厳しい規制をかけた方が新しい展開があるだろうということについての、理科系工学的な発想からすると政策的なその厳しめ、どこが厳しくてどこが緩くてっていうグラデーションができるわけなんですね。そういう議論っていうことをするっていうのがあるサイエンスのディシプリンとして確立してるかどうかっていうのが多分大事で、そうしないと、科学者があのなんか読んでやってるような話になっちゃってですね、どうしてもそのそれぞれの分野で自分の、 あのポストを維持しなければいけないものですから、なかなか、学際研究に地道を上げている学者というのは二流の学者だという、その評価は私自身もなんとなくと思ってますけれども、それを変えてあの世の中に役に立つサイエンスを作っていくためにはあのそういうことが必要だろうなという議論です。学際分野に地道を上げることはいけないかの話はそうです。